あら、直政殿少しいいかしらあなたは蓮子殿でしたね一体何でしょうか頬のあたりに小さいけれどかすり傷があるわ可能するといけないからよかったらこの塗り薬を使ってありがとうございますこんな小さな傷よく気がつきましたね 姫様や孫健様無茶する人をそばで見てきたからつい無事か確かめる癖がついてしまったのでも出会ったばかりの人にいきなりごめんなさい謝るようなことではありませんお気遣いありがたくいただきます <laughs> よかったこれからよろしくね直政殿 ナオマサ殿の戦い方は素晴らしいわ勇猛果敢で皆を奮い立たせてくれるありがとうございますしかしそう言いながらあなたの顔は曇っていますねそうね少しだけ心配なのいつも先陣を切っている分人より危険が多いから申し訳ありませんが俺は。 俺の戦い方を変えるつもりはありませんええそうね分かっているわただあなたがいつも俺を支えてくれているのはありがたく心強く思っていますもしよろしければこれからも見守ってくださると嬉しいのですがそれはできないわ子との。 見守るだけじゃなくて私にもあなたの背中をきちんと守らせてだってかけがえのない仲間なんですもの <laughs> 承知しましたどうかよろしくお願いします蓮子さんってすごいですよね強いし優しいし美人だし。 気の打ちどころがありませんそれに比べて私はいいけ当主としては頼りないし息子の方がしっかりしてるしナオトラどのそんな風に言わないであなただって強くて綺麗でとても魅力的だわででもンシさんみたいに完璧じゃないしまあ 私が完璧だなんてそんなことはないわ弱点だってたくさんあるものえっ当ですかぜひ教えてください <laughs> そうねもう少し仲良くなったら特別に教えるわふんうまくはぐらかされちゃいました レイさん、私たちってもう仲良くなれましたよねええもちろんだったらあのレイシさんの弱点教えてくださいお願いします分かったわ私の弱点は大切なものを失うことそうなったら多分立ち直れないわふん そうなんですかいやあのじゃなくて私が聞きたいのはその大切なものなんですかわいいお人形とかですかそれともお気に入りの装飾品とかあもしかしてお料理道具とかふふふだけど全部外れね。 結局分からずじまいですなんだかとっと疲れちゃいましたまあだからって倒れたりしないでね私きっと立ち直れなくなってしまうから。